こんにちは、日本美食のアカデミー協会の高久恵美子です。今日の動画のテーマは、私が人生マックスの体重の時に気がついたことについてお伝えします。それでですね、最初にお伝えしておきたいことは、本当に体重の数字っていうのはそんなに大事ではありません。もちろん、ものすごく逸脱してしまっている方で、過去の私のように体調とかにものすごく不具合を感じている方はもう体質改善をね、早急にしていただく必要があるんですけれども、痩せた数字が大事っていうことはなくって、数字っていうのはあくまでも日常生活の副産物っていうふうに考えていただきたいんですね。うちの協会も体質改善を本気でやりたいっていう方たちは60日間一緒に伴走していくんですけれども、彼女たちに最初に考えていただくこととして、30日後、60日後どこまで目指すっていうところには、体重の目標数値っていうのは上げない方がいいよっていうふうにお伝えしています。なぜなら体重っていうのは副産物だから、後々に体質改善が上手にできる体になっていけば、勝手に余分な体重っていうのは落ちていくようになっているんですね。なので、あくまでも目的は体質改善が叶う、要は健康美が叶う、そんな食生活が自分の判断でできるようになること、それが連続してできていけば、勝手に体重っていうのは適正体重になっていくわけなんです。なので、体重の数字っていうものにとらわれる必要はないっていうことは頭に入れといていただければなと思います。例えばなんですけど、最近だとローラちゃんがよく YouTube ねアップし始めてくれてますよね。で、ローラちゃん あのボディを見ていただければわかるんですが、見た目はやっぱり引き締まっていて、まあ細いといえば細く見えますよね。でもね、ローラちゃんすごくトレーニングをしているので、筋力量もすごいあると思うんですよ。なので、あの見た目よりかは体重はかなりあるはずです。もし痩せたいなとか体引き締めたいなっていう方は、体重の数字というよりかは体脂肪率とか筋肉量を見てあげるといいと思います。それでですね、私の過去の話なんですけれども、まあもともと子供の時から小学校高学年あたりからすごく太り始めたんですね。小学生の高学年の時で40キロ台はあったんですね。そして高校時代、まあ、部活動もやってはいたんですけれども、体重は55キロとか、その後受験シーズンとかになると体重が58キロとかいう数値になっていました。で、その後にですね、大学生になって一人暮らしをさせてもらったんですが、その一人暮らしを始めた8ヶ月目で、なんと体重が10キロ増えていたっていうことに気づくわけなんです。私自身そんなに自分の体重が増えているっていうのはあんまり気づかなくって、というのも周りの友達がですね、みんな優しいのかな、なのか最近太ってきたよねとか誰からも一切言われてなかったんですね。ただ徐々に実家から持って行っていたお洋服が入らなくなってくるのには気づいていて、ある時近くのホームセンターで体重計を買ったわけですよ。で、当時の体重計って、まあ、デジタルではなかったので、こうやってね、測りタイプのやつなんですが、最初はその体重計が、まあ、安かったので壊れてるんだと思っていたんです。で、その後に友達と一緒に温泉に行った時に体重計に乗ったら、どうやらこの体重は本当らしいぞっていうことに気づいて、初めて自分がこんなに太ったんだっていうことを自覚したわけなんです。私は子どもの頃からずっとずっと体調不良で悩んでいたっていうことがあって、一番私が嫌だったのが何かというと、とにかく風邪をひくことなんです。で、風邪をひくことも嫌だったし、そしてさらに嫌だったことは、週に2回耳鼻科に行かなければいけなかったんですね。慢性副鼻腔炎っていうことを診断されていて、風邪をひくと鼻の奥に膿がたまるんですよ。で、それを放置しておくと発熱するし、学校休まなければいけなくなるし、で、その間はですね、抗生物質をずっと飲まなければいけない、そういったお薬を処方されていて、薬を飲むのも嫌でした。ただ子供の頃は、まあそういう風邪をひきやすい体質なんだなっていうふうに理解していたので、仕方ないっていうふうに考えていたんですね。そして大学生になって8ヶ月目に体重が10キロ太って、あ、こんなに私の体は育ってしまっていたんだって気づいたんですが、
同時にあることに気づいたんですよ。それが何かっていうと、体型はもう見た目的に約 1.5 倍くらい大きく育っているわけなんです。体が大きくなったからといって免疫力に強くなったとか体力がものすごく増えたとかそういったことは一切なかったんですね。つまり体重と体質っていうのは比例しないっていうことなんです。なので、今日特にお伝えしたいのは、体が大きくって、まあ、体重とか体脂肪率も大きく逸脱してしまっている。で、かつ体調が悪い。例えば過去の私で抱えていた体質で言うと、風邪をひきやすいとか疲れやすい、頭痛肩こりがある、生理痛がひどい、便秘がち、冷え症、まあこういった体質の悪さっていうものを同時に抱えているのであれば、ダイエットするというよりかは先にそちらの体調不良の原因は何なのか、それはライフスタイルの悪さかもしれないですし、おそらく食生活の悪さっていうものが手伝ってしまっているんですね。私はかつて大学生という年齢の若さがあったから大事には至らなかったですけれども、これが年齢を重ねて30代、40代、50代、60代になって体がすごく大きいのに体質もめちゃくちゃ悪い、もうこれは本当に将来病気を持ちやすいということにもつながりかねますので、ご自身の体調、体質がどうなのか、そこからぜひ目を背けずに向き合っていただきたいなと思います。看護師時代ですね、30代でも心筋梗塞、脳梗塞で運ばれてくる方たちたくさん見てきました。そこまで行く手前に風邪ひきやすいなとか疲れやすいなとか口内炎とか口角炎できやすいなとか頭痛肩こりひどいな、そういった症状で体って教えてくれるんですね。今改善する時だよっていうのを一生懸命教えてくれてますので、ぜひそこを見逃さない、これを一人一人が意識していただければと思います。それでですね、今度社会人になって私はダイエットもしていないのに今度激痩せをするっていうことをします。またその時も気づいたことがありますので、また次回はそのことについてお伝えできればと思います。こちらの動画では私の過去の体験やそこから学んできたことで何かお役に立てることがあればご紹介していきます。同時に日本美食のアカデミー協会では、美味しく楽しくしっかり食べて綺麗になるっていうことをモットーに、食の知識普及を図ったり、受講生さんの実際の事例をご紹介したりなどの内容の濃いメールマガジンを配信しています。無料ですのでぜひご登録ください。ご登録の URL は概要欄でお知らせしています。今日は以上になります。ありがとうございます。